タイフォンシステム、タイフォン戦闘システムはアメリカ海軍がかつて開発していた防空戦闘システム。技術面、コスト面の問題から最終的に計画は放棄されたが、その理念や経験は後のイージスシステムに引き継がれた。なお、タイフォンとはギリシア神話の神、チューポーン、チュポーの英語音表記である。アメリカ海軍は第二次世界大戦末期より、 全く新しい艦隊防空火力として、艦隊空ミサイル、SAM の開発に着手していた。1944年4月の開発要請に応じ、ジョンズ・ホプキンズ大学応用物理学研究所、ジャフー、が、同年12月に提出した案に基づいて、開始されたのが、バンブルビー計画であった。まもなく、日本軍が開始した、特別攻撃、特攻の脅威を受けて、開発は加速。 また戦後もジェット機の発達に伴う、軽空脅威の増大を受けて、さらに拡大され、1956年には、テリア、1959年にタロス、そして1962年に、ターターが、艦隊配備された。これらは 3T と、通称され、タロスは、ミサイル巡洋艦、テリアは、ミサイルフリゲート、DLG、そしてターターは、ミサイル駆逐艦、 ddg に搭載されて広く配備された。しかし、3t ファミリーのうち、最も早く開発が進行した、テリアミサイルが、ようやく収益しつつあった1950年代、後半の時点で、すでに、これらのミサイルシステムには、設計による宿命的な限界が内包されていることが、指摘されていた。具体的には、という問題が指摘されていた。このために、 同時に対処できる目標は射撃式装置の奇数と同数2から4目標に制約されていた上に自動化の遅れから即応性にも問題があった。一方、ソビエトにおいては1950年代末より対艦ミサイルの大量配備が進んでおり複数のミサイルによる同時攻撃を受けた場合原油の防空システムでは対処困難であると判断された。 このことから j a f ー a a p l ではアメリカ海軍との協力のもとで1958年より次世代の防空システムの開発に着手した。これが台本システムである。タイフォンシステムはシステム工学のアプローチにより多機能レーダーであるを中核として武器管制システムの武器管制機能と海軍戦術情報システムの意思決定機能を統合た。 統合化システムとして計画された。システムリアクションタイム10秒20の目標を同時追尾可能というもので、時代を考えると極めて野心的なものであった。アン、SPG-59 は目標を捜作、補足、追尾して TVM 方式でタイフォンミサイルを誘導するという多機能レーダーであった。後のアン、 スパイマイナス1とは違い、この時代のフェーズシフターの大きさ、重さ、高さを考えると、フェーズドアレアンテナの採用は到底不可能であった、ことから、ルーネベルグレンズによるビームステアリング方式採用が決定された。システム構成としては、大直径の発信アンテナと受信機として3つのルーネベルグレンズを使用し、動作周波数は C バンドと計画された。また、 巡洋艦用と駆逐艦用に大小二つのタイプが計画され、ビームフォーマー素子は前者が1800素子、後者が3600素子、増幅機は2700台と900台、アンテナ素子は1200素子と3400素子であった。使用するミサイルは、ガーダーを代替する駐車艇型、タイフォン MR とテリアを代替する長射艇型、 タイフォン LR の組み合わせとなる計画であった。誘導方式はいずれも中途工程で完成誘導、終末工程で TVM 方式だが、推進方式が異なるという点でユニークな設計であった。タイフォン MR 搭載の DDG は1961年度から、またタイフォン LR 搭載の DLG ないし、DLGN は1963年度から、 建造される予定とされていた。しかし、要求性能の高さに対する技術水準の低さ、統合システムの開発への経験不足により、タイフォンシステムの開発は極めて難航した。特に、SPG-59 レーダーは信頼性が低く、性能は要求に遠く達しない上に重量課題であった。また、この時代に使用されていたコンピュータでは、 リアルタイムの武器管制に必要な性能を充足するとは、ほとんど不可能であった。さらに、所要の電力要求を満たすには、格動力艦であることが必要となり、コストのさらなる上昇につながった。1964年1月、国防総省は計画中止を決定した。SPG-59 の開発のみが研究として進められ、 同年6月にはプロトタイプが試験管ノートンサウンドに搭載され、1966年まで試験を実施した。しかし、試験の初期にはパルス周波数で決まる最小探知距離が出力で決まる最大探知距離を割り込んでいるなど、到底実用に耐えないことが確認されるのみでった。1962年には台本計画は実質的に打ち切られており、 これを受けて1963年、アメリカ海軍は、先進水上ミサイルシステム、アザムズ計画を開始した。これは後に、イージス計画と解消され、イージスシステムを生むことになる。また、イージスシステム実用化には、時間が要することが明らかであったため、全身的な性能向上を狙って、従来型のターターシステムをベースにした、統合対空武器システムとして、 1965年からターター D システムの開発が開始された。これと同時にミサイルの改良も進められており、1963年より既存のテリア、ターターの設計を共通化して発展させたスタンダードミサイルの開発が開始された。このミサイルではタイフォン計画の過程で開発された改良型のロケットエンジンが導入されたが、 ミサイルの誘導方式は従来通りのセミアクティブ、レーダーホーミング、サートされた。またこれらの武器システムの改良、強化と並行して、プラットフォームの強化も進められることになり、1966年度からは、既存の防空艦の性能向上を図る AW 改修が発動され、海軍戦術情報システム、NTDS の搭載やレーダー更新がなされたほか、 ミッチャー急駆逐艦の DDG 回収も実施された。後のイージスシステムは、これらの前進策によって、開発、配備された、スタンダードミサイルや新型のコンピュータなど、基盤技術の成熟を待って開発されており、技術的には、タイフォンシステムとの連続性は薄い。しかし、後にイージスシステムの父と呼ばれた、ウェイン・イーマイヤー提督が、タイフォンがなければ、 イージスはなかったであろうと幾度となく懸明したように本システムの開発経験はシステム開発に関し貴重な経験をアメリカ海軍にもたらしたのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。